ご視聴ありがとうございます。ハレルヤ代表の斉藤智晴です。ご視聴ありがとうございます。ハレルヤクロスの原根です。始まりました第14回 MTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。はい。はい、まずね、原根くんといえば改めて日本選手権優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ついにやった、原根健太がやった。いや、めでたくて、なんか帰りね、はい、あのポンポコ宮本の車で一緒に行ってて、はいはいはい、帰りながらもう車の中でずっとこう決勝戦のヤスオとやってる動画にかじりついてたんだけど、うん、あのね、はい、なんかちょっと喜んで車事故りそうだった。ポンポコに悪いことしてあとヤスさんとしてはそのなんか3年ぶりのあれとかその最初のトップ8に入った GP 競争だったんですけど、ね、あれをちょっと思い出してて、うんうんうん、なんか懐かしいなみたいな感じでやってて、あ、そっかそっか、比較的なんかリラックスしつつ、まあ、なんか半分同窓会的なそこまでじゃないけど酒は飲んでないけど、そうですね、まあなんかこう3年間、まあ、いろんなことあって、まあ、ゴールドになって、で またここになんか戻ってきたみたいな感じがして、まあ、それちょっと楽しかったです。まあ、なんかあんまり声とか入ってなかったかもしれないですけど、結構始まる前もまあ喋ったりしてやってて、まあ、なんか試合進むにつれてやっぱクライマックスが近づいて、まあね、まあね、クラッチっぽくなってくるんですけど、うん、まあ、初スタートはそんな感じ、はい、ってことで、今日のハレルヤコンバットなんですけど、はい、種目は、なんと新環境スタンダードやっていきたいと思います、うんうん、はい、まあ、僕は海賊を使おうかなっていう、今回海賊をたくさん使う縛りでデッキ組んできました、はいはい、まあ、海賊デッキなのか怪しい、多分海賊デッキ、ギリギリ海賊デッキみたいな分類はできる、はい、荒田くんは何持ってきました？僕は恐竜ですね。おお、恐竜、まあ、男の子なんで恐竜いいよね。つまり原根恐竜健太ってことだね。でも、まあ、今日は何がつまりなのかじゃあ俺も頑張るか、斎藤海賊友春目指して頑張ろう。どっちがその種族の称号を得るかっていう、今日はそうね、僕はもうダイナソーは腹ね、もう慣れ気まうダイナソー腹ね、どっかで聞いたようなサウンドの組み合わせだけど強そうですね、うん、強そう、はい、で、まだ新しいから発売されてないし、まあちょっと店にプレリのパックすら届いてないぐらいのタイミングでこれ収録してるので、そうですね、はい、ちょっとコピーをね、新しいカードはカラーコピーで出てるカードリストをコピーしたものでやらせていただきます。はい、こんな感じの、はい、はい、カラーコピー、はい、あ、1枚デッキのカード分かっちゃった。まあ大体入ってそうですね絶対ね、もうメインもう主力の恐竜だもんね。そうです、ちょっと楽しみだから、全体除去とか打ってくるんだろうなじゃあまあそんな感じで始めていきましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。4じゃあな、これ1個で勝っちゃうな。いや、勝つパターン、海賊だから紫にしよう赤い海賊もいる。はい、勝ったお願いします。はい、お願いします。はい、先手でいきます。はい、でまずはチェックキープ。ちょっと心配ですがキープします。ご提案を踏まえて、はい、お願いします。お願いします。ターン1、はい、戦慄の放浪者、終わり。これ何海賊ですか？これは、ゾンビジャッカルなんですけど、ゾンビになる前、生前海賊だったと思われるなんで終わり。まあ、でも僕の海賊デッキです、この海賊デッキ。わかります、はい、迎え撃ちますね。じゃあ、そして、シュラです。はい、クレッチ、そう、押して、ドローして、はい、アタックと、はい、2点受けて18です。はい、土地を置いて終わりです。はい、3タップ、ドロー、山置いて終了です。はい、OK、 はい、どうぞアタックします。はい、受けました、16です。いいぞ、順調に削ってるぞ1マナクリーチャーの進化をいかんなく飽きちゃう。終わりです。はい、ちゃんとドローします。トロイ、じゃあ山を
早速進化転生する猛威を。うわ強そうだねこれ、激高。そうですね、サンマナ2、3で激高というそのイクサラのキーワード能力を持っていて、あのこのクリーチャーがダメージを与えられるとデッキから基本土地を1枚タップインでバミ出すことができるという能力です。なんか刺激すると、はい、要は嫌な感じなんだね。そうです、まあ、ただあのダメージなので、あの火力呪文だったら誘発するんですけど、普通の除去呪文だと。そうだよね、何もしない。赤黒だったら結構火力呪文そうか、まあ、無許可の分解とか何もせずに死んでる。無許可の分解欲しいな許可だったらな最近流行りのマークがチャンドラとか栄光をもたらすものとか、うん、ああいうのに対しては結構耐性がいいです。なるほどね。ちょっとマナブーストさせたくないなんて恐竜ね。そうですね、マナブーストしだしたらもうでかいよ、ね、どこどこ行きますよ。どうしますか、はい。お、いいね、うん、判断がつきやすくなる。再録された脅迫。脅迫、はい、うわ、仕方ない。あなたを対象とします。はい、じゃあここの6枚の手札、クリーチャーじゃない、クリーチャーでも土地でもないカードを捨てます。まあ手札のカードも全部いくさなんです。なにこれ、なんでこれ2ターン目何も唱えてないんだ。恐怖。じゃあこれ稲妻の一撃しか落とせないんで、はい、稲妻の一撃ですね、はい。これはまあ、7マナ、8マナのバケモン恐竜、なんかいろいろついてる。そうですね、能力いっぱい、4つ持ってます。うん、トランプル警戒速攻と、あとは恐竜めくった後取りまくりみたいな。そうですね、与えたダメージの分だけ、デッキからカードめくって、あ、与えたダメージの分だけか。そうです、まあ、なので、まあ、大体7点通ると、そのまま7枚めくって速攻だもんね。そうです、警戒ってトランプルを持ってるんで、まあ、大体そうです。はいはいはい。恐竜呪文を唱えるためのコスト1少なくなる。そうですね、まあ、ちょっと変わったマナクリーチャーみたいな感じです、うん、一旦に何枚も唱えるときはマナクリーチャーよりお得な感じです。で、あとはタップすると、タップすると速攻。そうです、そうです、めちゃくちゃ強いね。それ結構便利かなと思います。はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあライトニングストライクではい、ご視聴しました。じゃあ終わりっす。はい、パンタップします。この兄さんが、兄さんを刺激すると恐竜が暴れだしちゃう、はい、じゃあさっきバレてるこの、はい、オテレクの了承を出して終了です、はい、じゃあこいつを59にして、はい、赤マナを出してライトニングストライクで稲妻の一撃で3点、はい、出ましたね。早速この火力は使われそう。まあめちゃくちゃ超スタンダード級の火力ですよねはい、暗黒になるのも分かる。なるほど、あれを構えたんでこいつが機能しました。はい、じゃあもう俺もう早速5ターン目にリーサルウェポンに近いカードを。5マナ、5マナ協調艦隊の後輩じゃ。あー出た、これ強いですよね。これよくわかんないけど強いと思うんだよね。でも、まあ、ツイッターでなんか一覧表を上げちゃった20点からは何点になるみたいな各プレイヤーが、ライフの3分の1括弧切り上げを失う。はい、で僕19点なんで7点失います。 19÷3 は6.3333なんで、まあ、切り上げて7点ルーズで僕12点で、僕が16だから10点になります。5点、そうですね、5.7、はい、ですね、3点みたいな感じで、で10ですね。はい、はい、で、威迫と接種がついてます。終わりです。この3分の1削った上で威迫持ってるのすごいですね。やばい、一人で勝てる。ビートダウン相手にものすごい弱そうだこっちが、とりあえずこれを打つか。恐竜との融和を出します。はい、山札からカードを5枚融和シリーズ、はい、どっちか恐竜カードを手段に加える。はい、で、まあ、今ちょっと血がないので血を加えます。昔と似たようなカードがありましたね、うんうんうん、そのエンチャンクリーチャーか土地とかね、なんかいろいろ。そうです、エンチャンとか土地とかその恐竜版みたいな感じです。 OK です。さあ、行きまして、いや間に合うかな、厳しい。じゃあ2体目のモテベクの恐竜、はい、今日俺威迫ついてるのあれだね、あの2体出る恐竜が出ちゃえばもう、そうですね、まあ、うまいこと。ただ摂取も摂取だからもう両方やられてる。威迫摂取ってすごいいい組み合わせだよね。ずるいですね、うん、パワーがね、1じゃないからね。こいつも威迫のクリーチャーってタフネスの大きいクリーチャー2体でよくブロックされるんですけど、それを両方倒せる摂取もついてる。えらい。じゃあここは素直に1点、はい、ダグラスで受けて、コッパみじん。うわ、これはコッパ赤黒のねなるほどです、いいアグロデッキです、うん、アタックロだったら素直に使えるよな、これは。じゃあ、アタックで、はい、
企画の人の方6終わりです。はい、アンタップやろう。してたが、まあ、とりあえず出すしかないか。じゃあレギサウルスのトークをプレイします。推定トップレア的な。はい、場に出た時に33のトランプルを持った恐竜トークンを出すことができます。はい、またライフがないのでターン終了です。1体でも殴ると2体で殴ってきて、そうですね、墓地これでひどい目に遭うね。微塵でも負けちゃうね。殴れないです。計算早いね。なんだか、まあ、あのコンパの時が強すぎて計算が簡単になってフローします。はい、え、これえどうしよう。すげえ難しい。逆にピンチまである。これやらかすと、はい、カードも素直にいろいろとリスキーだけど素直に5マナ。はい、ドン。じゃあ僕が4点、なんかやだな。4点俺減って、原根くんが2点減りますね。6点減る。4です。いや4だ、4、はい、2点減って4。こうやってこうやってこうやるとライフも残るし、はい、まあ残り約4なのでブロックせざるを得ない。じゃあこの33と23でダブルを引いて、はい、でまず誘発して、じゃあ両方、はい、誘発してデッキから、じゃあ平地をタップ状態で、ね、持ってきます。はい、なんかあったかな。あ、もう途中はいちゃうか、うん、ちゃう。姉妹だけ逆転できそう。はい、出ません。1枚だけある。1枚だけある。やばい、腹ね。ドラマティックケンター来るかこれ。本当に1枚しかないな。おえマジ大逆転。これはえなんだ、とりあえずショック、ショック頭目出して、はいはいはい、で、凶暴な踏みつけをプレイして、え負けじゃん。はい、恐竜を対…あと3マナで自分がコントロールするクリーチャーと対戦相手がコントロールするクリーチャーをプラス1カウントを乗せた上で行うんですが、恐竜を対象にすると1マナで唱えられるので、はいはい、負けた。ここでやば、殴んじゃなかった、強っ。そこなんで1マナなんだ。負けた、負けました。すごい、これしかなかった。それ何枚、1枚あ、これは4枚入った。あ、ただ 1種類しかまくれるカードない。あ、1種類ね、はい、いやー、なんかそんなカードあったね、あったね。このカードすごいですよ。新環境はやっぱこれだから面白いな。じゃあ、お願いします。はい、先手で。はい、了解です。はい、この手札でキープしようと思います。はい、じゃあ、お願いします。お願いします。終わり。うん、では、タップインまた隠れた CM 終わりです。この隠れた CM のサイクリングランドと新しく出たレアの土地が相性がいい。あ、そうなの？はい。なんで？あの、基本の山と森の属性を持ってるので、あの、新しく出たレアの土地はあの、山か森があるとアンタップインできたりするから。あ、そっかそっかそっか。この2つだ。あの、はい、M10 ランドか。あ、そうです、そうです、はいはい、M10 ランド。そうなんだ、知らんかった。勉強よ。勉強になったです。はい、これ、深海艦隊の船長。これは海賊では孫うことなき。もう見た目も効果も何もかも。あ、これはこっちじゃなくていいんです。2マナ21の2マナ21、威迫、はい、レアカード。この船長が攻撃するたびに、はい、他の海賊コントロールしてたら2マナ払って22威迫海賊クリーチャートークン増やせるっていう。2マナ21威迫でね。そうですね、もうその時点で地球大点さらにこうクリーチャー生みまくる能力もついてるから、かなりいいカードに見える。海賊、他の海賊と一緒に使えば。そうですね、まあ、特にあとアグロデッキはね、うん、ゾンビジャッカルがいてもダメだけどね。でも実は大丈夫かもしれない。はい、終わりです。はい、了解です。じゃあアンタップしてドロー、はい、じゃあさっき終わりに行った私 M10 ランド、おこれでアンタップインができるという相性のやつです。で、マーナ払ってオペベクの表彰をプレイして完成です。はい、フローします。はい、さっすが
僕違和感が。さあ、違和感アタック。はい、18点です。ここはもうね、とりあえず。はい。3番だから。はい。お願いします。お、また。遺跡の略奪者。新たな海賊です。闇の腹心的なね。はいはいはい、サンマナ三人の海賊で、うん、強襲で終了ステップの開始時にこのターンに攻撃 してた場合、自分が攻撃してた場合一番上公開して、はい、手札に加えるとマナコスト分ライフ失うと。なるほどなるほど。闇の腹心と同じ能力なんだけどターンエンドに誘発するから、うん、1回目引きやすいっていう感じの海賊でございます。で了解です。じゃあこのターン強襲しているので、はい、めくります。2点。お、また新しい海賊が。もう急に海賊感出てきましたね。ね。さっき、呪文と1マナと5マナのクリーチャーしかない。はい、そいつはこれは、はい、2マナ1に飛行。飛行。で、海賊。はい。で、戦場に出た時に、対戦相手1人の手札から、うん、こいつが場にいる限り、クリーチャーじゃない、土地じゃないカードを1枚追放し続けるっていう。脅迫と同じ効果を持っている。そうですね、で脅迫と同じカード対象でこれが場にいるうちは追放し続ける。なるほど、はい、了解しました。じゃあこの効果はハンデス、はい、ハンデス海賊をこれで加えたと。はい、加えました。はい、了解しました。とりあえず、はい、お、乗ろカラフルだな。まあ悩になるよね、恐竜はやっぱね。そうですね、うん、まあ白は大地の色だよね、やっぱね。ですね、この M10 ランドが有効色にあるので、うん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 、有効色の3色をちょっと構築しやすくなっている感じですね。じゃあ今度はそうか、じゃあグリクシス海賊でもよかったんじゃないかなっていうね、普通ね。そうですね、まあ、ただマナあるじゃねえかよみたいな。ある程度基本地形を入れないとアンタップインしづらくなるので、まあ、結局まあ難しいことは難しいか、こればっか引いちゃうとね。そうですね、なんか絶妙なバランスが求められてるね、うん、そうね。はい、じゃあまずこの、ね、縛りの岩山、赤緑の M10 ランドですね。OK、はい、です。アンタップポイントでセットして。イラスト綺麗だね。そうですね、結構土地は最近綺麗な語彙かなと思います。で、オテベクの了承の2体目をプレイして、はい、これ恐竜じゃないんじゃないのこれ。あ、そうですね、こいつは恐竜。まあ、ただ恐竜に確かめちゃおう。びっくりしたね。ただのコミュニケーション。で、まあ、2体目をプレイして、はい、で、ここで先ほどの群生する恐竜、あ、1マナで2、3でプラス能力出しちゃった。2体いるのでこれで1マナ。恐ろしい。はい、じゃあこれでターンを終了します。ダイナソー腹根が恐ろしすぎる。いや、まだ下準備中なんで。これっていうかこれやばい、やばい巡り合わせだね。3、2と2、3で死んだら得っていう。まあ、でも黙っとけばね、カード増えるしね。うん、そうですね、はい、他の曲がアタックしても大丈夫です。もうなんか嫌な予感しかしないな。次また6マナの恐竜まで出せちゃう、ランド置いたら。そうですね、ドロー。これさ、恐竜抜きたいんだけど、これクリーチャーでも土地でもないカード抜くって書いてあるね。そうです、恐竜抜き、さすがにクリーチャーいっぱい入ってます。恐竜抜きたいな。まあでもいいよね、これね、適当に出してその捨てられるまでカード得して、強襲とかね、そういう海賊系のシナジーもあるし、そういうなんか場にいる限りカードを取り除くみたいなカードちょこちょこあると思うんですけど、うんうん、なんかそいつあれですね、除去を取ってしまえば除去られなくなるからね、相性いいですよね。とりあえずもうこれ殴ろうかな。うん、はい、トークン出さない。あ、アタックした瞬間にもう決めるんですね。そうっす、アタックした瞬間にスタック乗って解決順決めて、僕はトークン出しませんでした。暇、はい、な2マナで2、2泊タダで出せるのに出さないとか、なんか馬鹿らしい気もするけど、出し得みたいな気がするけど、でもね、いやまあ仕方ないか、この展開を考えるとこれ、ね、ダブルブロックしちゃうとダメージのワイフリの関係で土地は出せないんですが、まあ、ただあいつに延々と殴られるのは尺なので、どこかなと。こっちとしてはね、これと相打ってもいいよみたいな、そうですね、まあとカードドローできるし、ね、はい、じゃあこれで、そう、これで強襲がね、そうです、反応するんだよ、しまう、したらばもう、はい、元海賊、そう、元海賊のゾンビジャッカルからの、元海賊であろうゾンビクロコダイルデーモンを出してエンドに強襲、エンドに強襲、はい、2点、はい、16、なんか勢いでごまかされてる。正座に変えて終わりです。はい、はい、アンタップします。ドロー、はいはいはい、
とりあえず土地を置きつつ、じゃあ赤タン1マナ軽くなった、はい、うん、レギサルスの、そいつ強すぎるよ誰やばいよハロネくん、はい、あ、これじゃあマイナスだけときます。そう、これ唱えて、はい、で、その後場に出てきて33の恐竜、一応こいつで速攻を与えて殴ることもできるんですが、そう確かにね、途端にちょっと守りが、そうです、薄くなっちゃうのでこのターンはちょっと終了しております。怖い剣術だね、手痛いダメージがあの元海賊たち結構強いんで元海賊たちゾンビがもともとね、何だったかっていうのはなかなか明かされない、え、書いてます、部分だから書いてる、こいつはクロコダイルですけどね、種族に書いてある。いやでもほら普通にワニの海賊とかいるじゃん、なんか動物系の海賊とか、そう確かにもう有名アニメだといるじゃん、トナカイみたいな海賊とか、確かにいましたね、そこは見落としてなかった、これね来ますか、とりあえず強襲もあるし殴りますか、これは殴りましょう、強襲でカード変わるし、はい、ただみたいなもん、ほっとくと死んじゃう、難しいですね、あんまり生かしておきたくないしな、ガバッといっとくか、ガバッと、ガバッと、ちょっとダブルブロックあって片方やられた時がきついんで、まあ、4-4 だけでいってもいいけど、まあ行くならバッといった方がよさそうですね、こういくかこういくか2択だね、こいつはもう大事大事、かわいこかわいここれでいきます、はい、こういう順番で、はい、まずブロックされて3点入ります。どっちが先なんだろうね。あ、順番決めますね。順番決めます。あ、じゃあまあ可逆で、じゃあ3で。はい。で、これと相打ちで OK です。了解です。はい。こっちへ。で、まあ、強襲は誘発するから、まあなんか痛み分けみたいな、そうですね。ように。まあ、3残ったんで、まあギリギリぐらいです。見えるね。じゃあこれ出し、はい、先ほど。これ出さなくていいか。これまず、まず手札破壊からだね。はい。はい。手札を捨てて。クリーチャーですね、すべてクリーチャー、すべてクリーチャー、なんかすごいなギシャス殺戮の暴君、これ大好きすごい好き、これ結構最注目カードみたいな、ね、めっちゃ強いよ、2マナーで恐竜コントロールしてるとプラス2受ける、はい、基本的にはマナクリーチャーですね、2マナー1-1でタップすると何の色でも出せる、めちゃくちゃ強いじゃん、なんでこんな2種類も揃ってるの、恐竜使わせに来てるねこれ、いやすごいプッシュの使い方してますよ、みんな大好き恐竜みたいな、結構開発陣も大好きみたいな、序盤のなんかそのアーキタイプ専用カードの中でも強力な部類だと思いますね、え、はい、片や速攻、もういいじゃん、みんな恐竜でいいじゃん、新環境もはい、はい、じゃあちょっと分かりました、はい、何も抜けなかった、はい、でドドン、はい、また船長ですね、はい、で、ターン終了に強襲で、お、今度0点、今度0点終わりです、そっちくらいで強いです、いいな、ダメージ入る、よっ、おっ、来たぞ、じゃあ、森を引いたら置いて、1マナ軽くなった殺戮の暴君を強すぎます、76、速攻ついちゃう、これ速攻与えられますね、守る半端ないな、ただこのまま待ってても飛行と強襲でじわじわ行かれてしまうので半端ない、ここはちょっとかましておくか俺のクリーチャー4体分ぐらいサイズあるんだけど、76ですからね、8全部足したら86でしょ、ほぼ4体強すぎ、いやここは行っとくか、速攻、はい、アタック、トランプルを持っています76です、損する方が死ぬよりマシなんだよね確かにっていうこともよくあるから、ね、これで7点入れたって残り9になった上でこのライフ失う可能性があるやつが場にいるんで、これでこれで相打ったとして、はい、こういう場になるよねそうですねで手札は2枚です、ね、あ4枚だから手札的にはまあまあ、はい、ドンブロック、はい、じゃあ、2点1点2点で、はい、2点がランプで2点お化け14、うん、14じゃあそうですね、はい、1対3交換強すぎまあこいつもうカード引きまくったからまあそうですね、もう3枚が引かれてましたけど、ライフも怖いしいいかな、終了です、ドロー、はい、ドン、お互い5点ずつ減る、じゃあ10と9ですね、はい、はい、終わりです、4-4っていうのがちょっと大きくて、ね、恐竜でもちょっと難航しますね、あ、どうだろう、
結構いいかな、これは。結構いい。はい、まあ、やったな。まあ、ただ、同じやつなんですけど。あ、つまり次のターン出ちゃう、ギシャス出ますよ。ただ4位4がいると殴れないので終了します。やだな、ギシャスとか出さないでほしいんだよ。さて、どうしよう。今田軍団がひたすら、こいつは今 3-3 ですからね。強すぎない？そう、何気に今こいつさ、触ると損するし、触んなくても他のやつがリターン得るっていう。そうです、結構。いや、これやります。素晴らしいね。はい、これで、まあ、10… いや、あかん、あかん。バニ12点並んでますから。あかんね、これ、バニ12点。バニ12点ありますね。下手に殴れと、返しの攻撃で。さすがに絶対出ちゃうもん、次ね。まあ、一応除去されたりすると、ね、土地を引かないと出ないですね。除去されないです。まだチャンスある。アタック、アタックか。ちょっと下手には通せないな。これ2体ブロックすると恐竜じゃなくなって、もう難しいな。いや、でも行くか。ブロックします。はい、やります。もうマナ増えてもこの場だったら。ゲタノゲ、これはこれでやっぱ強いよな。威迫摂氏いかついよね。そうですね、その2つの組み合わせはかなり強力ですね。ファーストストライクつけたらもう敵なしだね。じゃあ効果で平地を。これさ、なんか黒の1マナープラス20のなんか、あー、死んだら帰ってくるってやつでアタックして打ったら面白いかなと思ったんだけど、うん、まあ他のもクリーチャーだらけだし強襲と相性いいし、ちょっと今回なんかひよって入れてないんだけど、入れた方が面白かったかもね。確かに。フィーって今の場面で言っちゃうだって。どんどん、ね、4点減って、でも自分も減るから何発も使えない。怖すぎる。はい、じゃあ行きます、これ。はい。はい、元海賊。略奪者。エンドステップ。了解です。強襲トリガー。1点。2点。8。8。10対8。終わりです。結構熾烈になってきた。このマナクリーチャー分が。お、あー、一番嫌なのにいた。おきついけど、行くしかないか、ここは。アルネズミ4、6、7。じゃあ、はい、1マナ軽くなりながら、はい、7マナを出して太陽の化身、ギシャスをプレイします。はい、でまず唱えたので、アムーカにカウンターが1個乗ります。了解。じゃあ、行くか。自然速攻ついてて、警戒ついてるからもう大体ブロックするしかないっていう。じゃあ戦闘に入ります、はい、ギシャスアタック。言ったんだよ、これで。じゃあ1点だけトランプルで入って、はい、残り7。なんて強いんだ、7。めくります。あー、ダメだ。おーし、よしよしよし。無作為に1枚したんですけど、1枚だけなんでこのまま回ります。生きてる生きてる。この程度知らないカードだよね。あ、そうです、これ今のカードです。終わりです。よし、ドロー。2枚だったら出たかもしれないですね。いやー、これね、もうね、距離ないのか。距離ないですね。なるほど、じゃあもうこれ出して、うお、はい、俺は3点、原田君4点減る。はい、じゃあ6対4ですね。もしかしたら3ゲーム目いける気がしてきたのこれね、普通ね、そっち的にはプレッシャーあるよね。そうですね、結構きつい。で、これ海賊いるから攻撃して、はいはい、攻撃して2位払って海賊、威迫付き出します。意外と、そうですね、結構きつい。恐竜がいなくなっちゃったんで、散々じゃなくなったのが、ね、だいぶやばい。どうしようかな、読んで引いてきて、そうで、4あるから、これとなんか出たやつ、ロックできれば。速攻、トランプかなんかを引ければ結構ゲームだね。難しい。こいつも威迫持ってるんですよね。威迫持ってんだよね。厄介だ。なかなか2に威迫トークンってあんまり見なかったけど。そうですね、今初めてかな。強いね、トークンとしてはかなり。いや、止めるか、止めましょう。はい、じゃあ速攻つける。そうですね、ここで、はい、はい、3-3はいいや。はい、終わりです。はい、アンタップ。ではサイクリングしようかな。サイクリング、はい、なるほど。出すか。4切り裂き
孫の猛牛、はい、4マナ4号で激光ダメージ与えられたらワンドローできます。すごいね。で恐竜が出たので三三になりました。接触するとなんかお互い、そうですね、痛み分けみたいなまあただ威迫なんで1匹持って帰っちゃいます、ね、終わりです。プロ、はい、しとるんか、バカにしとるんか。なんだろう。いや、バカにしてないかな。どうだろうな。ギリギリだな、これ。あ、いや、バカにしとるのは俺か。ごめん、バカにしとるのは俺だった。え、もう積んでます、もしかして。ダッシュって殴れば勝てるわ。ダッシュってお互い、俺が2になって、原根くんが4になって、202体で殴れば普通に勝ちか。ね、勝ちだったな。積んで、あー、すみません、ライトニングストライクがあるのか。いや、1体しかブロック、これでブロックできるね。で、これ通せば、あ、積んでないや、超勘違いやろうだった。稲妻で地域があったらあれですけど、いや、ブラフおじさんブラフおじさんっていうか、勘違いおじさんだった。じゃあ、殴らないよ、きます。殴んない、いや、殴っていいんじゃない。あ、これが、そうか、接種で2体持っていけるから殴った方がいいのか。どうせこれ絶対ブロックしなきゃいけなくて、そうですね、これはマストブロックです。だから、このブロックパターンしかないか。これをブロックして、うん、これを除去されると僕は勝つかもしれない。そうだね、44だから。どうしようかな、じゃあ44除去れる。これでいくか、まあこれでいってワンドローするか。難しいな。殴る分には殴りそうな気がするな。うんうんうん、どうだろうな。これブロックしないと死ぬの間違いなくて、そうです、その後ブロックはもう確定で、うん、僕がこうブロックするかこうブロックするかのもう2択でしょ。これは殴ってからこれ出しても相手は殺さないから、これ通しちゃう選択肢が、うん、こういうブロックになって、あるいはそうするとこいつが一方的にやられて、そうそう、うん、あ、これで合ってるね、プレイはね。こっちは合ってる、うん、まあ、あと僕はどうするか。そうだね、他のまた1本目で打った格闘除去を引けるのであればこうブロックするの間違いない。え、格闘したらでも接種で、ああ、そうか、確かに格闘だとダメ。すげえ、すごい、結構これ強いんじゃない、もしかして。値段上がる系カードかも。今まだ500、600円だったけど、これでいくと2000になって、使ってみないと分かんないっていう。本当に東北引ければまたいけますね。これで2ドローに落ちて、ね、じゃあそれがいいか。え、2ドロー、あの、これと通常ドローで、あー、そういうことか、両方やられるんですし、ででこいつがそうすると3-3になるから、はいはいはい、これしかなかろうか。っていうのは確か戦慄のあいつなので、こうか、そうっす。じゃあこれこうします。じゃ両方、はい、はい、残り2になりながら、はい、お互いに、はい、なんか、ま、こいつエキサイティング化するね、ゲームが。そう、お互いのライフバンバン減らしてる。じゃあまずこれの効果でワンドローします。はい、 OK です。はい、はい、じゃあこの状況でまあターン返ってくれば勝ちだけど、返ってくるかどうかだな。お願い、ゲーム3。うわー、まあ、とりあえずこれを打つ。プレイ5枚めくります。はい、ここでめくれればヘイスト。ヘイスト先生、よし、えありました。これはなんかずるいな。5枚をめくったら結構ね、あるね。プレイして、そこではいアタック。はい、ありがとうございました。そうか、強いね。いや、これいいですよ。その探してくる、探したいものを探して、序盤は土地を探して、ね、後半は大きい恐竜。マナックリは持ってこれないけど、はい、その土地か恐竜を選べるっていうのはでかいよね。3マナの恐竜も入ってるしね。え、なんかすげえ、もう出来上がってるんだけど、今気づいたんだけど、これなんか限定構築じゃん。イクサランのカードしか入ってないんだけど。僕、その前のカードこれしか入ってない。これイクサランのカードしか入ってないデッキに負けたよ。ゾンビまで持ち出してきた。これ山森平地、これだけで、なので、12、13、17、イクサラの数43倍入る。これ下手したらプロツアー恐竜の可能性あるんじゃない。結構止めづらいよ。こいつら、いや、もう結構細かいアクションが強いんです。シンプルにマナカラのグッドクリーチャー連打っていう、はい、カードアドバンテージもあるでしょ。フィニッシャーもあるでしょ、はい、カードアドバンテージ、フィニッシャー、スピード、うん、カードアドバンテージ、お化け、まあ、ちょっとテンポ、ジュレットテンポ、妨害、デッキを円滑に回してくれる。これひどいね、これね。そうですね、これ、これ恐竜使いがいがあるね、これ、うん、1マナでサイズ上げながら格闘って今まで全然なかったと思うんで、プロツアー、イクサランはもう
恐竜でいっかも。恐竜に決まりです。いや、楽しかったね、恐竜 VS 海賊。そうっすね、ね、新セットも早速堪能したからね。うん、いや、恐竜すごいな、恐竜すごかった。ダイナミック、でもあのゴマの余裕の海賊もなかなかでしたけど。あ、まあね、面白いね、あれね。急にゲームが始まって、ゲームをその、ゲームをさ、加速させていく存在だよね、はい、でも見せつけられちゃった、限定構築で、ね、ほぼ限定構築で、もうじゃあぜひ皆さんもね、はい、あの、恐竜ね使ってみてください。海賊はね、ちょっと僕のリストがちょっとまあよく分かんなかったところもあって、まだ進化は発揮されてないんで、全然皆さんがその海賊をね輝かせて、なんか協力するエンジンを見つけられたので、はい、あれがもっと海賊もね、はい、チャレンジしてみてほしいですね。はい、はい、スタンダードで入るのもいいね、リミテッドでプレリで入るのもいいけど、でプレリといえばね、もうちょうど今週末、この動画上がる日で言えば明日プレリリースがハレルヤ全店で行われます。はい、はい、ぜひ参加していくさらん楽しんでみてください。はい、あとね、その次の週はついにいくさらん発売、あ、発売ということはでも、あれですね、 GP 静岡グランプリ静岡、はい、はい、頑張って、あの両方ともしっかり準備できるように体制整えてますんで、はい、はい、新セットいくさらん発売も、グランプリ静岡も、はい、ぜひハレリアと一緒に、そうですね、合わせてぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてハレリアチャンネルから、一点告知です。現在 YouTube スペースという YouTube 公認のスタジオで、ハレリアコンバット in YouTube スペースを撮影しようという企画を進行中です。で、ただこちらの YouTube スペースのスタジオの方、チャンネルの登録者数が1万人を超えていないと利用できないということでして、で現在あのこちらのハレリアチャンネルの方、登録人数3900人を、上回ったあたりです。お、増えてる、はい、毎週皆さんありがとうございます。はい、どんどん増えていってるわけなんですが、はい、まあ、1万人までもうちょっと皆さんのご協力が必要ということで、まあ、ぜひよろしければハレリアチャンネルの登録の方よろしくお願いいたします。はい、あとはもう一つ、はい、ちょっとこれ、はい、残念なお知らせになっちゃうんですけど、はい、来週のハレリアコンバットなんですが、はい、お休みさせていただきます。ちょっと発売とグランプリ静岡でハレリア株式会社ハレリアぐちゃぐちゃでございます。大変申し訳ない。幸いにもイクサラン発売、はい、GP 静岡とこう楽しい、ね、はい、週末なので、そっちに皆さんね専念していただいて、またその次の週から毎週やらせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。来週1週間だけは、ね、はい、はい、ちょっと残念な告知でしたけど、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、イクサラン楽しんでください。また。はい、じゃあまた次回。